まあ、随分暑さにも慣れてきたそんな6月ですよね。はい、さあ両チームの選手たちが入ってきました。かわして右足に入れるマイナスのボール、エウシーニョ、その後ろ児玉、よく触りましたね。非常にこうハマってる前半ですよね、徳島としては。おっと安田の胸トラップがチアゴアベスの前に出ました。今度は左橋本、中央にブラウンの健信、その向こう徳島先制、 FC の左からのクロスですよね、後ろね。まあ、両ワイドの選手で得点を取ったっていうところですね。まあ、今日ワイサイドのところはポイントになるとは言いましたけど、やはりもう立ち上がりからね、かなり徳島がチャンスメイクしてましたから、安田、野村かわして左足入れていく、さあ安田シュート、得点差は1です。ここもブラウンのがプレッシャー、そしてマイボールにしました。杉本が運びます。杉本から右へ FC のが出ていく、いいボール、右足届かないところ、児玉です。完全に崩しましたね、徳島に。そうですね、ゴールキーパーが届かない、はい、まあ、若干マイナスのボールですよね。足首だけでクッとひねったボール、しっかり合わせましたね。素晴らしいゴールでしたね。最後、まあ、まだ時間長いですからね、はい、やるしかないですよね。カードですか、サッカー2枚目ですか。そうなんですよね、実はこれからお話をしようかと思ってたんですが、先ほどの場面で小坂1枚、これは1回さあ落としてシュート、ー決まった、いい攻撃でしたね、渡辺新太。安藤が後ろに、ね、このパスもすごく柔らかいボールですけど、安藤がすらしたボールを長澤がアウトでマイナスに落として、このね渡辺のシュート、素晴らしいシュートでしたね。これで1点を返す、しょうがないですけどね、はい、これもあ取れましたよね。あれこれ藤原ですか、あれレッドですか、けどこれが手はかかってますよね、でボールに行ってますよね、これはどうでしょう。ここで試合終了、徳島3試合ぶりの勝利です。